ビエネッタのアイスクリーム。アイスクリームが膝状になっているのがわかる。ビエネッタとはオランダユニリーバ社が製造し、世界各国で販売している長方形のケーキを模したアイスクリームである。日本では森永乳業と提携し、スーパーマーケット等で森永ブランドとして販売されている。直方体のケーキのような見た目が特徴的である。一時、ユニリーバの日本法人である。 日本リーバ単独でイグロブランドで販売していた時期があった。その後、森永乳業との提携ブランドであるエスキモーブランドに落ち着いたが、2010年に森永乳業がエスキモーブランドを廃止したことに伴い、同年10月以降順次、森永ブランドに置き換わっている。ビエネッタは1982年にユニリーバ社の子会社であるイギリスの ウォールズアイスクリームのグロスター工場の開発部長、ケビン・ヒルマンによって開発されたオリジナルのビエネッタはベルトコンベアに乗ったトレイにバニラアイスクリームをリボン状に絞り出すと同時にチョコレートの層を薄く吹き付けて作られアイスクリームを絞り出す速度がベルトコンベアの進行速度よりも速いためにアイスクリームが膝状になる。また層ごとにアイスクリームを絞り出す速度を変えて ヒダの厚みに変化をつけた。ケーキのようなアイスクリームというのがセールスポイントであり、脳型体のケーキのような形と大きさで売られているため、切り分けて食べるのが普通である。アイスクリームの柔らかい舌触りと冷たいチョコレートのパリパリした歯触りの対比が特徴。現在、ユニリー馬車の工場で生産された同名の商品が欧米各国で発売されている。海外では地域別に 日本にはない味もあり、アイスの層の模様が日本のものと異なる場合もある。現在、日本においてはバニラとティラミスの2種類がある。アイスクリームに薄いチョコレートをかぶせたものが層になっており、一番上の層は波模様を形成している。サイズはこれまでのパーティーサイズに加え、ハーフサイズに代わって2011年5月からはカップも発売されている。カップサイズに関して、 2012年4月には季節限定フレーバーとしてティラミスが登場している。夏季に2018年における森永乳業販売のビエネッタの栄養成分を示す。ありがとうございます。